バイクチャンネル急にすごいリサ言ってくれたよ、すごいイエーイ、うん、もうさ、本当にさ、コメントでさ、新鍋さん出してくださいってめっちゃ多かった。嬉しい。本当ですか？エヴァが来る前はエヴァも多かったんですよ。うん、で、なんだろう、ずっとたらもう飽きちゃったお弁当食べてていいかな食べてていいよそれも喜んでくれると思うからと本当、リサ多かったよね、うん、多かった、うん、多分、一番多かったんじゃないかな。山口さん出してほしいですとか、うんうんうん、佐野さんと対談してほしいですとか、やっぱね、新鍋さん人気多いですやっぱすごくない？やっと実現した、嬉しい、ありがとう、本当にありがとう、いや、言っていいたちも言っていいじゃん来てくれてありがとう、ありがとう、ね、もうレギュラーだから、でもちゃんと世界バレーの思い出って何かある？2010、2014だよね、世界バレーの、で、2014、2018私出てないですわ。一応でも帯同はちょっと今、まあ、帯同は一応2010の帯同したのと2006は、うん、あの騎手やってますから騎手、うん、開会式で高校3年生かな、ちょっと髪の毛、あ、すごい、一番最初の開会式で出てくる大会旗みたいな、全然気にしないで待って、うん、大丈夫です、お家だと思ってます、はい、もうちょっと待ってますじゃあ2回かすってるっていうことでいいですか、うん、日本開催とだから何イタリア開催は両方回は違うけど経験してるってことだよね、はい、そうですね、そうだよね、じゃあまずエヴァは、はい、あの2010私一緒に飲さんのかと思った油断してた、年で行ったあ、そっか、2010年油断してない、油断してた新鍋さんの回は、すごい揺らしてた。ちょっと遡ろうかと思った。私、はい、はい、2010年。ね、あの、銅メダルを取った時からですよね、はい。そうです。なんかオレンジだったよね、日本。すごい覚えてる。オレンジだった。そう、ジャージがオレンジで。オレンジだった。なんかユニフォームも結構オレンジ黒みたいな。うん。へぇー。エヴァが着てるのめっちゃ覚えてんのよ。だって、フィーバーした年でしょ。フィーバーしました。フィーバーしました。うん。フィーバーしてた。誕生日の日のやつですか。大会中に誕生日すごいね。なかなかないですけどね、11月は。何戦だった？トルコ戦かな。すごいね。2010年11月7日です。え、その時は誰と同部屋だったの？カイマルな、あ、アキさんです。うわー、アキさんか。そう、アキさん。そう、で、初戦の日に寝坊して。ねえ、ウケる。いましたっけ、なんかな、ね、まだ初戦いたと思うよ。寝坊したっけ、ね、寝坊して、で、ミーティング時間に行けなくて、私がパッて起きて、アキさんを起こさなきゃいけないのに、アキさんを起こさないようにしなきゃって思ったら二度寝しちゃって。ああ、なるほどね。寝坊して電話来て、それ朝からミーティングだったんですよ。で、ミーティングにみんなこう準備してる状態で、すいませんって言って行って、でその後に、まあ、朝ごはん食べてないからなんか朝ごはん食べてってくださいみたいな感じでホテルの方が言ってくれて、アキさんがなんか私そんなショックすぎて朝ごはんなんか食べれないよみたいな感じで言っててもう部屋帰るねって言って帰って、私朝ごはん食べてくださいみたいな寂しいお腹減ったなと思って、そんなことあったっけ、そう、それ初戦で、アキさんになんかこれ柳本さんだったら今日うちら二人とも試合出てないからね、あ、ユニフォームも着せられないからね、そうかもしれない、それが初戦です。え、ケープラ、ケープラ、そうだよね、いいですか、いや、いいと思う、当時はね、そうだったよね、うん、懐かしい、東京だったんだ、その時、そうです、それがね、すごい話持ってるね、やっぱりそれやばいですよね、すごくない、なかなかさ、寝坊とかさ、ね、アンさんと同じ部屋の時も寝坊したよね、アメリカで、あ、なんかあった、それ聞いた気がする、そうとガッツさんが一緒で、そう、トレーニング行く時、そう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 、うん、だから2回寝坊しましたカメラ見てる2回寝坊しております、2回寝坊したなんかあったな、お待たせしました、ケーキ来た、マロンシャンティでございます、へえ、どういう意味、フランス語、フランス語じゃない、あ、シャンティは違うと思う、シャンティって書いてあった、あ、じゃあフランス語かも、いい、いいってこと、うん、そう、あ、じゃあフランス語かも、お、女性名詞だったらいいがつくからすごいマジかっこいいわいいがつくってことは女性名詞だったら、そう、マロンシャンティ、こちらはパレスホテルさんのマロンシャンティでございます、モンブランです、私そんな栗好きじゃないです、でもちょっと好きなの、栗原さんは好きですか、栗原さんは好きです、栗原さんは好きですね
見てよ、綺麗にぶっ込んでくるの。あれみたいじゃない。栗は嫌い。栗は苦手。栗は苦手です、食べるので。栗原さんは好き。あ、好きです。栗原さんにもこれ確認してもらわないといけない。お願いします。栗原さんにも映像確認してもらわないといけない。どの栗原さん。確かに言ってないよね、春美かもしれないもんね。はるみ確かに連絡先分かるの。春美の方かもしれないし、ルイの方かもしれないし、いっぱいいるから、ね、確かにルイの方かもしれないし、ね、分かんないからね。1個ずつの違いになるんだっけ、年齢は。あ、そうですよ。どうですか、加納舞子先輩は。出たのか。加納舞子先輩はでも2人ともさ、久光でやって、BFU でやって、で日本でもやってるから、本当関わりは深い2人。おお。そうでもない。顔いきますよ。1年何年かぶってます。ね、最初の私がまだスパイカーの1年と、そうだよね。あ、そうです。最初の1年と、最初の年。だってユキたちの頭までいたから、あの、クロアチナの事件まではいたから。あ、事件。あそこまでいたから。1年。ダメ。いや、なんかで言わなかったっけ。言ってないか。言えなくない。言えなくない。調べてください。言いたいください。どっかで関係者に聞いてください。関係者に聞いてください。はい、どなたか知ってる。どなたか聞いてください。と、セッターです。うん、3シリーズか。一応4年やってる。4年か。リサは私のあんまりひどいです打ってくれてますか。全然ひどくないです。でもね、リサにあげるのはやっぱ緊張したな。なんでですか。え、開幕戦セッターでしたよね。セッターなった年の開幕戦でしたよね。へー。いや、2年目じゃないかな、さすがに。2年目でした。1年目は多分ね、全然無理だったと思うよ。まあ、全然無理だったから結果やめたんだけどさ。え、でも打ちやすかったですか。はいはいはい。でも、はい、なんか見たことない。そうだよね、高さのとこからトスが出てくるから。高いとこから来るから、うん、打ちやすかったです。どうですか、誰かと比べてます。比べてない。比べてない。比べたりしない。舞子さんはどうでした、トス緊張したっていうの。だから高いトスの人と速いトスの人といるじゃん。うんうん、やっぱり速いレフトって上げにくかったのよ。上げにくかったっていうか、ジャンプしてそっからちょっとでも浮いたらもうさ、この高さから浮いたら打てないじゃん、速いトス。だけどこう速いのを出すって結構下がっちゃうんだよ。あの、ま、落ちるの。そうそうそう、最後にさ落ちちゃうと打てない。でもそっから上がりすぎたら届かなくなるから、うん、その塩梅が一番難しかった、速いレフトが。ライトはもう缶見えないから。その時ライト誰でしたの。私は二枚替えでいつも瑞穂さんと入ってたんだけど、うん、あ、美優か。美優は別に上げとけばやってくれる。だからその時はリカとかブランキンとか、高いところから山なりのボールでよかったから、逆に上げやすかったの。上げにくかったって。ちゃめちゃめ、トリックがなかったって言いたいの。ほんとちょっとでもずれたら打てないから。上げにくかったって。そんなことないよ。打ってくれるじゃん全部。でも無理させちゃってるなって思ってたからさ。でも無理しなかった。無理はしてないの。本当ですか。でもこの間ね、オールドルーキーの時にさ、ドラマの中でもいっぱいあったじゃん。やっぱ返球のボールがすごい質が全然違う。さっきも言ったじゃん、セッターのさ、例えばテンさんだったらここら辺です、私だったらここら辺です、全部違うからさ、そのなんていうの、山を作る位置がさ多分変わってくるんだけど、全部ぴったりくんのここに。それがすごいよ。だいたい短いんだよみんな返球が。だから一歩ちょっとネットからこう行ってあげるんだけど、全部ここにピタってくるの。すごいよやっぱね、ボールの質。褒められてます。褒めてる。褒めてるよ。言ったじゃんあの時も。あの時もやってくれました。すごいねって。全然違ったよ。確か。そこと比べないでよ。それは失礼ですよ。リサに失礼。リサに失礼です。エヴァリじゃなくて。リサに失礼。食べながら、はい、いただきます。食べよう。いいよ。いいね。さんからいきますか。うん、すごい。うまい子。わあ、100点。うん。ちゃんとさ見せるんだよ。ええー。
甘い子。お、なんだ次は。もうなくない？期待は。もうなくない？なんかありますか？逆に。なんかロンドン五輪の時の思い出話とかってなんか担任だったりしますか？担任だけ移動着が。何？3人だけ移動着、最初からかっちりしてた。何それ？なんか移動着を、なんかオリンピック用の移動着と、あと海外に遠征する用の移動着とあって、ナイコさんかリサかどっちかが、あの海外に遠征する用の移動着をもう荷物に詰めて送っちゃってて、ないってなって、じゃあもうこれでいいですかってなって、そしたらなんかみんな海外遠征用の移動着で行くって言ってて、で、ナイコさんとリサが、なんかうちらこれで行こうみたいな感じになって、何それ？オリンピック前のスイスに行くとき。あ、はい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 。覚えてる。みんなはポロシャツとスラックスだったんですよ、で私たちはジャケットのあのスーツじゃん。3人だけグレーのやつ。そう、グレーのやつ。でスイスに。何それ、全然覚えてない。覚えてないですか？消してるかも、記憶から。覚えてないよね。で、そう、それでなんか多分リサに、マイコさんと一緒にこれで行くんですけど、エヴァさんどうしますかみたいな感じで。いいね、拾ってる。じゃあ私もそれにしようって言って、私まだどっちもあって荷物なんかあれだったんですけど。ネタの宝庫やないか。ネタの宝庫だった。なんだろう、私はもうさ、エヴァと選手村を散歩してさ、ゴリラと写真撮ったことしか覚えてない。私覚えてますよ、それ。ね、はい、2人でゴリラやった。ゴリラやった。あとなんかひたすらパンダの映像見てる。ひたすらパンダ、リサさ、ひたすらさ、あれ食べてなかった、あの、プラム。部屋に、めっちゃプラム食べた。やばい。そんなに？なんか選手村に、あるんですよ、そのご自由にお取りください、あれをリサなんかいつもあのこのぐらいのやつにめっちゃ詰めて部屋に持って帰って持って帰って、それは実際に部屋の棚にプラム並べてる。でゴミ箱に種がポンポンポン動物いるね。お腹がキュルキュルしちゃいそう。ねえ、めっちゃ食べてたよね。欲しかったんだね。エヴァさんも食べますか、これ美味しいですよとか言って、なんか美味しいやつ、美味しいやつ分けられんの、この熟してる、これちょうどいいやつ、エヴァさんどうぞとかって言って。すごいね。ミツさんも一緒にさ、ミツさんこれうまいでとか言って、ウケる。2人でミツちゃんこれじゃないとか言って。でも癒しの部屋だった、そこは。うん、そう。あとあれ覚えてますか、帰りのもう帰る準備して荷物とか全部もう詰めたのに、最後の最後でなんかあのゼッケンみたいな練習の時に着るゼッケン出てきたじゃないですか。荷物も出しちゃったからどうするってなって、もうこれ汚いし古いしもう捨てて帰ろうって。あった、勝手にあった。だってこれでシーズン終わるし、そうずっと使ってるし、捨てた。わあ、めっちゃ面白い話だった。あれ覚えてる、針買ったやつ、私針、あの折って、そう、空気入れる針、買いに行ってた気がする。うん、リサ7いたよ、絶対。いつですか？リサのショップじゃなくてスポーツショップ行ってた気がする。ワールドカップの時かな。リサ7絶対いた、ワールドカップだ。じゃあそうだよ、2011だと思う。だって笑ってたもん。笑ってたので覚えた。なんか空気入れを、なんか空気入れるんですよね、若手が。で、その針をなんか私が折っちゃったんですよ。もうのなんか残りがもう少なくて、2、3個ぐらいしかなくて、休みの日にみんなでなんかショッピングモールかなんか行って、買ってきた方がいいよみたいな、コトキに言われたんかな。練習した方がコトキだろうね。多分コトキだろうね。そういうのは。じゃあなんかみんながなんかやってるんだ、じゃあ行ってきますって。一人でスポーツショップ行って、あの針買って、あのそこに詰めたんですよ、私。偉いよ。自分壊してしまって、ごめんなさいが言えなくて、怖くて。怒られるからね。そうだから、あの買ってそこにいっぱい入ります。戻したいつでも OK みたいな。え、じゃあバレてないの、さとみさんとか。バレてない。さとみさんはなんか、あれ針増えてんなって。ちょっとバレてる。増えてんなぐらい。で、じゃあリサもなんか多分コトキさん側についてえぇ、買ってきた方がいいっすよって言えばさ、ウケる。リサナナがコトキの。まあ、そうね。じゃあコトキさんが言うから行ってきますって言って、私一人でオーソリティに行って。オーソリティ。ウケる、やばい。懐かしい。 ね、なんか本当にさ、日々怒られないように必死だったよね、私たち。もう練習じゃないの。だって何しても怒られるんだもん。そう。そうよ。
何しても怒られるよね。特にね、怒られてましたね。そうだね。え、誰に怒られるの？さとみさん。さとみさんはやっぱりしっかり厳しい人でしたから、うん、バレちゃうのよ、なんかそうなの、隠し通せないの例えば どんなことを言われるの、さとみさんから。怒られるリストで言うと、だから氷が入ってるクーラーボックスひっくり返すとか何回言えばわかんのみたいな、めっちゃ言われるあげないみたいな。ポチね、ポチね、ポチ、ね、ポチはポチって呼んでたの。クーラーボックスをバチバチバチ。懐かしい、こんなの言うのかな、ポチって。どうなんだろうね、ポチって呼んでた。ポチって本当に書かれてるんですよ、なんか荷物の方に。誰々がそう運んだり移動の時に入る係を決めるんだけど、ポチって書かれてる。でも何、ドジなのみんなそういうことでしょそんなことない、うん、でもなんかやらかして怒られるのはまあしょうがないですけど、うん、一回ね、ブラジルでブラジル遠征行ってて、さとみさんが差し入れのチョコをこう部屋回って届けてくれてたんですよ。で、私たち一緒の部屋 でコンコンって開けたさとみさんで、これいいよあげるみたいな感じで、うん、ありがとうございますってもらおうとしたら、あんたはちゃんとご飯食べてんのみたいな、急に言って怒られて、急に食べてない人にあげないからって急に誘ってきたのに怖っそんな、もう扉閉めた後、うちらさ、今チョコもらってて怒られたのね急にうちらさ、急に なんかしたっけチョコもらってるけど怒られた急にちょっとポカンでしたよね、あの時は。甘いものもらえるかと思うけど怒られちゃった。でもご飯もね、よく食べろ食べろ言われてたよね。なんでですか、うちら二人さ、早朝にさ、すっごい見つけられて、この二人本当に朝5時集合ですよ、朝え朝食そんなにめちゃくちゃ食べてないわけじゃなかったですよね、うん、すごいクエクエ言われて、すごい言われてた、なんか居残りさせられてさ、うん、やってたじゃん、うん、すごかったよね、何に対しては本当クエクエってめっちゃ。やっぱり食べてなかったもん、そういうわけではない。え、でもクエクエって言われるからやっぱ意識は多分すると思うんで、こうやって持った方が大きいかなとかって言って、やばい。そう、盛り方も工夫して、そう、いろんな種類を取った方が見えるのかなとか、なんかね、工夫したよね。めちゃくちゃ頑張りましたよね。で、うちらだけなんか選手じゃなくてスタッフのところと座らせられたり、あったあった。こっち来いって。朝5時から朝食集合って言われて、うん、でもさ、20歳とか21歳とかそれぐらいの年だよね、その時って。はい、うん、さとみさん大変だよね。まあそりゃ大変ですよね。モンスターだってなろうし、きっと今思えば。一番モンスターは誰だったの？言うこと聞かない人は別にいなかった。でもこの中じゃない多分。怒られる率っていうとここですよね、うん、13、14、15難しそうだ。13、14、15だ。そうだ、13、14、15まとめて怒られてました。16は怒られない、ね、そうなんですよ ね16は、うん、なんでかしら。13、14、15だけで並んじゃって怒られてた。12も怒られないんですよ。12は怒られない。その辺、16はこの辺に、12もその辺に12の先輩も怒られないです、はい、決まってくるよね。そういう人たちを見習おうとは思わなかったんだ。何しても、うん、もう怒るだ。私たちのおかげで精神が多分成り立ってる。そう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 、ここに行けるから。そうそうそうね、大事な役割なんです。そうそう、うん、なんだと思います。はい。とりわけでもこの3人の中で誰が一番多かったよねとかってあるの？さとみさん、真鍋さんだったら私じゃないですか？そうだね。だって私怒られてる時笑ってたもん。だから誰かが怒られてたらちょっと嬉しいの。そう、今日自分じゃないんだ。そうそう、こっちね今日っていう。怒られた後ってこう慰めあったりするの？これ言われました。だからこれやっちゃダメだよみたいな。あ、それはダメなんだっていう勉強みたいな。あれ怒られるんだっていう。そうそうそう。下っ端ならではの会話ですね。いいね、その3人組の感じが。スリアミーゴズなんスリアミーゴ